からやれよ、言えよ。で、稼げませんでした、すいません、誠司さん。最新でどうやって稼ぐんですかって、ちょっと、頭下げてくれたら、教えるよ、稼ぎ方を。多分無理だろうけど。そうでしょ。どこ行きたい？え？どこ行きたい？いや、特に。太かったっけ、どこか。どこありましたっけ？稼ぎ方教えて、どんつき。あー、ありがとうございます。社長さん、また来た。稼ぎ方知ってるじゃないですか、社長。逆に教えてくださいよ、僕に。どうやったら稼げるんですか？そのリアルの会社とか起こして。教えてください。どうやったら稼げるんですか？一月1000万ぐらい使うね。1000万使うね、この社長。わお。1ヶ月だよ、フワッチにだよ。あ、フワッチに、フワッチに1000万使う人が今投げてんだけど、はい、どうやって稼ぐの、リアルで。リアルで、うん、それを教えてください。俺は、うん、株、いや株とかじゃないんだよ、本当に企業の社長さんだから。すごいよね、1000万使うってどういうことよ。1月いくら稼いでるの。だ、俺らで言う 3万ぐらいで言うよ。3万ぐらいが1000万の感覚なんだよ。あ、どういうこと、狂ってるよね。やばいっすね。やばくない？いや、貴族の遊びなんだよ。神々の遊び、これ。1000万ポンって使っちゃうね、1ヶ月に。上には上がいるんだよ、だから。すごくない？お前沢さんレベルでね。うん、そうだよね。1ヶ月1000万使うんだって、この人。すごいよ。俺もそうなりたいよ、だって。俺も1000万ばらまきたいよ。毎月。何で？ふわっちで。あ、ふわっちで？うん。すごいよな。すごいっすね、めっちゃ。ありえないよ。だから感覚が違うけど、全然、うん。ちょっと支援するっつって、もう普通にこう、すごい額がもらえるわけよ。ね？はい。ちょっと支援するわ、っつって。額が半端じゃないのよ。どうやったら稼げるの、それ。いや、ふわっち運営じゃない。俺も運営かなと思ったもん、最初。ああ、すごいよね。すごいっすね。誠司と付き合ったね。うん、誠司さん遊びたいです。僕も遊びたい。遊び方が分かんないのよ。でも俺も、でもあんまり派手な遊びとかしてたらすぐなくなっちゃうって聞いてるんで、あんまりね、お金はね、派手に使っちゃうと。よくいるじゃないですか、こういう宝くじとかで、はい、億とか1000万とか当たってパーって使っちゃってすぐなくなっちゃって逆戻りになっちゃって、はい、ね、はい、僕はそういうね、ことはしたくないんで、堅実派なんで、ちょこちょこお金貯めて、はい、まあ、家をね、2人で住める家を建てたいなって思ってるの。だからあんまりちょっとプレゼントとか高価なものをあげらんないけど。いや、大丈夫です、いらないです。ごめんね、大丈夫です。その代わり優しくするから、はい、ありがとうございます、ね、でももうさ、はい、もう豪華客船みたいな船に乗ったようなもんだから、はい、もう安心していいから。安心しちゃっていいですか、うん、わかりました。もうタイタニックだから。はい、今これはタントだけど沈むじゃん、うん、タイタニックだから、はい、ね、沈むじゃん。いつか沈めでも、はい、いつかは沈む。それまでちょっと俺もさ、はい、愛し続けるから。わかりました。沈むまで。タントニック号だから。タントニック号、うん、いつか沈めだって。誰だって沈むじゃん。ずっと稼げてる人いないでしょ。だって、あ、それは覚えといてね。わかりました。いつかは沈むから、はい、俺は今こうでもさ、はい、うん、まあ、社長たちが頑張ってくれればいいんだけどさ、はい、ね、そしたら社長に怒って、そしたら応援が足りないよって怒っていいから怒れないよ怒れないよ。そうそう、マネージャーだね。お小遣いちょっと上げないとね。しゃぶったらじゃあ5000あげるわ。一回マジっすか。うん、一回しゃぶったら5000あげる。わー、ありがとうございます。ドエ、実はドエムです。ドンチキドエムなんだって。ドエムだって。だから怒っていいよ。わかりました。応援が足りないよって。ワンスリランキング落ちてきたら、
この人は言っていい名指しでコラコラって一回喋ったら申し上げるからそれで稼いで。いやピンサロじゃないですか。マジで。まあそうだよ、まあそうだよ、申し上げるから喋って、はいね、殿喋らせてくださいって。わかりました。お金ない時はね、自分で美容院行きたいなと思ったら、と、はい、殿喋らせてくださいって。美容院行きたいんです。美容院ね、美容院。美容院、わかりました。松江くんつけたいんで、はい、喋らせてくださいって。わかりました。簡単ですよ。それでいいんですか、うん、先生、それでいいんですか。いいよ。ええー。ちょっとドライブする。ドライブしようか、はい。桜見に行く。桜咲いてないよ。咲いてない。どうぞ。どこ行く？じゃあ、どっか。どっか。はい。いいバイトだよ。いいバイト。複雑だよ。YouTuber もやんないとダメね。そうそうね。YouTuber。YouTuber やろうか。そうっすね。いちご狩り行くじゃん。いちご狩りやってんの？いちご狩り時期なのかな？梅？梅見たってしょうがないでしょ、だって。じいさんばあさんじゃないんだから。ばあさんよとか言って、梅の花まだかいとか言って、あ咲いたねーとか言って、面白いよそれ、梅の花見。そう、シューズの散歩コースにも咲いてるんで、うん、あんまり新鮮味はないし。そうでしょ。どうしたらいいの？これ千葉ってなんもないね、マジで。なんもないですね。ディズニーランドの近く行くじゃん。じゃあディズニーランド。ディズニーは行かないけど、はい、ディズニー好きでしょ。ディズニー感覚味わいたいでしょ。地元だったよ。うんディズニー連れてあげるから、はい、外周。外周、うん、地元だよ。ディズニー高いからさ、はい、中は入れないけど、はい、もったいないじゃん。だってもったいないですね。そうでしょ、はい、ディズニー連れてあげるじゃん。もう何度も行ったよ、何度も待ってよ。俺これだけ言っとくよ。せこいからね、マジで、はい、マジでせこい。俺マジですごい。外周をでドライブデートしてあげるから。いい、はい、金かけたくないんだよ。地元だからそんな別に行きたいわけじゃないですし。いいです、はい、これディズニーデートだから。でも一応、あーなんかいいんですか。ドラッグストア、ドラッグストア行こうか。じゃあ、はい、パーキングあるから。パーキングある。コンタック？うん、コンタック S600 知ってる？ S600、 はいはい、わかる。あの家にあったやつ。そう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 。おー、行けますね。父さん届いて。なんかマジで今日やばいわ、花粉が。やばいっすよ。うん、ちょっと早急に買ってきて。 S600 わかる。本だけ S600 言って。はい、わかりました。おばちゃん可愛い。あざーす。ワセリン、ワセリンって意味あんの？何？え、なんでワセリン？ここ塗るの？もしかして。こす。塗ってどうすんの？違う、鼻噛みすぎで。ああ、私でも。アレジオン効かないじゃん。じゃあ買うか一応。アレジオンって。アレジオン。あるある。アレジオンと。アレジオン S600、コンタクト S600。塗ると花粉症にいいから。どこに？どこに？どこに？どこに塗るの？そのワセリン。どこに塗るの？鼻の中。へえ。あ、粘膜をこうってこと？ええー、ショーちょ買ってきて。ワセリン。じゃあワセリンも。鼻の穴。うん、ワセリンと S600 とアレジオン。わかりました。マジで。いいこと聞いた。アレグラのがいい。アレグラの、ああダメだ、言っちゃった。ワセリン万能。ええー、そうなんだ。毎日飲んでないと効かない？効果出ない？あ、そうなんだ。目の周り？すごい。あ、そうなんだ。あ、ブタクサ？俺なんで花粉になってるか分かってないね。特定できてないんですよ。リップス、デポラップ。ああ。それあれだな、なんかここに塗って喘息の時にスースーするやつかな、レポラップって。この時期どうなん、杉なの今。いや、杉かな。メンタムリップ、鼻の穴にスースーする。ワセリン花粉がつくからいいですよ。
あ、そうなんだ。じゃあここ塗ろう。中に。は、鼻うがい？うわ、痛そう。鼻うがい無理だろう。エレクリテン。ファンデーションにも花粉つ、え？ファンデーションにも花粉ついて鼻や目の奥に花粉が入りにくくなるといいらしいよ。へぇー。タイガーバーム。タイガーバーム。あれなんか聞いたことある。目は痒くない。でも目やにがすごい起きたら朝。あ、目やにがすごいんだよね。これ目薬いるかこれ。目薬。目薬いるんじゃないこれ。伊達メガネするんよ。目薬飲む。あ、頼もう。アレルギー用の目薬。いる。鼻の輪。花粉症用目薬。スースーするやつ、タイガーバーム。あー。目薬いる。アルガード、聞いたことある。アルガード。アルガードでしょ。うん。タイガーバーム痛い。目薬飲もう。アイボン。スイミングのゴーグル。100均のゴーグル、草なんだけど。100均でゴーグル恥ずかしいよ。そこまでして外出たくねえね。アイもいいですよ。鼻うがい、もうそれ頼んだろ。鼻うがい無理でしょ俺。無理だよ。一番高いアルガード今日聞くよ。私の中でアイボン。うわ、ムズムズしてきた。うわ、やばい。もうすでにムズムズしてる。人によって聞かないみたいな。花粉で目の中鼻の中熱くなる。目薬はエイジアイズアルガード。ちょっと一回帰ってきてからもう一回買いに行ってもらうぞ。目薬、そうだそうだ、忘れてた。目薬いるわ。目薬飲もう。飲まないよ。今から呼ぼう。いやもうムズムズしちゃって鼻がやばい。外出たくないな。あ、帰ってきた。いい女が帰ってきた。いい女が、ほらいい女帰ってきた。ほらほらほら、俺の女っす。いい女来た。帰ってきた。はい、余った。余りました。いくら？結構するな。結構します。これが結構します。これ2000円ぐらいします。これ2000円？はい。2000円だって。2200円ぐらいします。これとあと。と。これ。あ、これこれこれ。これめっちゃ効くんですよ。ほんで？あ、これが効くの？あるじゃん。あ、これが何？ワセリン。これ？あとあとさ、猫ちゃん、はい、忘れた、あの言い忘れた、なんかあの目薬もいるって。目薬、うん、花粉症アルガード。アルガード、うん、いくらですか？2500円だって。たっか、ちょ買ってきて。足りる？足りない。足りない、はい、いくら足りない？2000円。2000円足りない。え、なんだって？ね、アルガードアルガードアルガード聞くって。ちょ悪いけど買ってきて。何回も悪いね。いえいえいえ、ちょ買ってきて。あ、忘れるよね。入れるとき、バカ野郎。ローションあるわ。高いわ。じゃあ、アイボンはちょっと。高いもんだって、もう。いくら使ってんの俺。6000円ぐらい使ってるこれ。6000円も使ってんの俺。やばくない？ドラッグストアで。そんなん、全部買えないでしょ。ちょっとずつ。ケチなんだよ。だって、アルガード2500円だって。高くない？ビーチクやめて、意味が分かんない。出てるビーチク、ちっちゃいんだよこれ。保険証あるよあるよ。ここあるよ。クセが高いな。マスク大きいの？ないないない、ちっちゃいのしかない。鼻
鼻の粘膜レーザーで焼く、やば。あ、そっちの方がいいかもね。手術してももう同じなんだ。うわ、風半端ねえなこれ。いや、いいよ、とりあえず市販の薬で。鼻の穴に直接入れる鼻マスクってのは、そんななんの。あ、市販、え、処方薬の効くの、ぶっちゃけあれぐらい1ヶ月分、俺あれぐらい飲んだこと聞かなかったね、全然。うん、千葉に住んでる、千葉。市川市。耳鼻科いいとこある。千葉県の中学校先生もコロナになったから、あ、やば。おっぱい出ちゃってる、やべ。見ないで。あ、住んでたんだ。あ、鼻すすスティック。あ、眠くなる。コンタック600プラス、そう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 、効くよね。あ、メガホン30個、ナイス。コンタックですね、前会社で働いてて、社長の奥さんからもらって、めっちゃ効くやんと思って、そこからずっと飲んでる。めっちゃ効くやんと思って。あ、ナイスアイデアです。あ、風船です。700ナイスお願いします。700ナイス。爆上げで。爆上げナイスお願いします。右下のナイスボタンお願いします。引くやつがいいね。自分に合ったやつがいいよね、やっぱり。爆上げナイスお願いします。ありがとうございます。あ、シーフさん、どんちきゃ、なんて呼んでんだろう。アムビエン、あ、あ、ありがとうございます。覚えてる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。バズライトイヤー、無限の彼方へ。ありがとうございます。DM もらった人だ。ありがとうございます。いや、お役に立ててよかったです、マジで。ほんまに真面目な人だ、真面目な人。俺の配信をなんか真面目に見てる人だ、うん、ちょっとふざけてるけどね、俺をちょっとふざけてるんですけど、うん、DM ありがとうございました、マジで。こんな真剣に見てる人いるんだと思って、ありがとうございます。アイオンにある先、浦安耳鼻科、へえ。薬効く。どこに行けば合いますか。あのね、ディズニーランド行くんで、今ディズニー浦安の方行ったらステッカー持ってますし、いいですよ。来ます。ステッカー欲しいですか。ステッカーあります。ステッカー、ステッカーちょっとあれか、じゃあさばこうか今日ね、暇だから。目が張ってます。あ、来週、再来週、金曜ロードショー、トイストーリー、見てみようかな。じゃあ、俺、見たことないですよ、トイストーリー、真似してるんですけど。あ、いいね、10個あります。今日、風全然できない。ありがとうございました。ありがとう。寝る？マスク小さい。これ？これいくら？これ2420円。たっけー、嘘だろ？2100円ですな、これ。はい。高っ。高市さん、ただし梅雨丸花に入れたら痛みで治るよ。あ、ワセリンね、塗って。ミーミーさん、それ効くよ。あゆきちさん、猫がちゃんワセリン塗って。中身ちっこいの、これ。効くよ、これ。あ、風船ね。猫もちゃん、ワセリン塗ってあげて。了解。皆さん、それ効くよ。そして、コンタクトの。飲みまくろうぜ。はい。決めちゃうぜ、とりあえず。